1172回始めます。これで本当に最後です。はい、5月30日ですね。今4時ぐらいかな、ちょっとね、うすら明るくなってきましたよ。まだこの部屋は明るくないですけど、2023年5月30日ね、1172回、今回読売新聞からね、これでね、今日終わりです。はい、1172回でこれ喋ったら帰りますよ。帰って明日から仕事ね、備えます。ちょっと立って喋ってたらね、体の調子が良くなってきた。うん、座ってると調子悪いんだな。私立ってた方が調子いいんだな。男性に硫酸かけ殺人未遂、3人逮捕ってことでね、少年2人と飲酒中に睡眠薬を飲ませ、大阪市内のホテルに連れ去られるということ。今年の4月、大阪市内のホテルで19歳の男性に硫酸と見られる液体をかけて殺害しようとしたとして、42歳の男と少年2人合わせて3人が逮捕されました。で、3人が、42歳と、まあ、少年の2人合わせて3人の男が硫酸を19歳の男にかけて殺そうとしたと。殺人未遂の疑いで逮捕されたのは大阪市城東区、飲食店経営、若林健太郎容疑者42歳と、いずれも大阪市内に住む17歳の少年2人。警察によると、4月9日の未明、3人は大阪市の浪速区のホテルの一室で19歳の男性の顔や体に硫酸とみられる液体をかけて殺害しようとしたと。男性は顔など化学薬品の原因の重いやけどを負い、現在も入院していると。4月9日からだから、今5月末ですよね。まあ2ヶ月近く、入院してるっていうのに、まあ、よっぽど重症なんだと思いますよ。現在も入院してるってことは。事件直前に被害者の男性と少年の2人ね、17歳の少年2人は一緒に飲食していて、その際男性は睡眠薬を飲まされホテルに連れて行かれたと見られていますと。一方、この若林容疑者ね、42歳、事件当日現場にはいなかったんだけども、若林容疑者と少年17歳の少年2人が事件の起きた前の月に、通信アプリでおよそ150回にわたって犯行についてのやり取りね、をしていたということで、いや、わかるんですね、アプリで犯行のやり取りしてたっていうのがね。その際男性は睡眠薬を飲まされホテルに連れて行かれたと見られたいますと。睡眠薬飲まされてね、この19歳の男性がホテルに連れて行かれたと。犯行があった時間帯にも若林容疑者と少年との間で、ね、犯行中ですよ、犯行のあった時間帯にも、この42歳の若林容疑者と少年2人は10回とか、十数回か、電話していて、若林容疑者が犯行の指示を出していたと見られていますと。3人の認否明らかにしてませんと。で、被害に遭った男性は若林容疑者と今年春頃から同じアルバイト先で働く同僚だったとことですが、逮捕された3人との間にトラブルはなかったと。19歳の男ね、19歳の被害に遭った男は、この42歳の若林容疑者と19歳の被害に遭った男性が今年春頃から同じアルバイト先で働く同僚だったということですね。で、この17歳の少年2人と19歳の男性も、これも知り合いだったんですかね。とにかく42歳の男と19歳の男が、まあ、同じアルバイト先で働く同僚だったということで、この42歳の若林容疑者、ね、睡眠薬とか飲ませて、犯行、硫酸かけたっていう実行犯ではないんだけれども、まあ、この人がもう死亡して、指示出して、少年2人に行った犯罪であろうと、まあ、この事件、まあ、ニュースね、取り上げたのは、まあ、恐ろしい話だなと、つくづく。
いうのがあるんですけども、まあ、まずね、うん、睡眠薬ね、本当に世の中に出回ってるみたいで、簡単に手に入るみたいですね。で、まあ、友達と思って飲食してたらね、どこに入れられたのか分かんないけども、睡眠薬混ぜ込ませされて、それ飲まされてですよ、眠らされて、寝てる間に顔にね、硫酸かけられてですよ。いやー、恐ろしいですよ、本当に。知り合いだと思って、友達だと思って、接していたら、睡眠薬で寝かされて、その間に顔に硫酸かけられて、いやー、恐ろしい世の中ですよ、本当にね、睡眠薬使った犯罪、多いなと思って、うん、それだけ出回ってるんだな、簡単に入手できるんだなと。うん、ネット上なんかで簡単にこれ売買されてるんでしょう、おそらく安く、うん、ね、うん、睡眠薬なんて簡単に今処方されますからね、それをねちょっと多めにね飲んだり飲ませたりしたら、うん、簡単に人間眠っちゃうんでね、意識不明になっちゃうんで、まあ一定期間ね、うん、気をつけようもないんだけどね、うん、人と一緒に飲み食いもねしづらくなっちゃうね、こういうことあると。うん、あとね、本当にこの被害に遭われた人とこの加害者側さんにね、トラブルなかったって言ってますけど、どっからこういうふうにね、トラブルに発展するか分かんないよね。一見何にもトラブルなくても何考えてるか分かんない。今回の42歳の若林健太郎容疑者ね、この42歳、この人が死亡してるんだろうけども、まあ19歳の男と被害者と、うん、この容疑者42歳、アルバイト先で知り合ったって、なってますけども、アルバイト先でね、そんなに親しい間柄でなくてもね、こうやって親しい間柄だったのかわかんないけども、こうやってね、何が特に大きなことなくても、まあ何らかの理由があってね、若林容疑者に目つけられてるんだと思いますけど、いやーね、その辺で知り合う、バイトとかなんかで知り合うような人でも、ほんとね、わきしめて疑ってかかるっていうんじゃないですけど、簡単に人間信用できないなっていうのがありますね。はい。で、硫酸ね。硫酸ってどうなんだろう。塩酸、硫酸系、ね、顔にかけるとか、たまにね、ニュース出てきますけど、で、被害者は火傷のような状況になると。これまた、この薬品ね、塩酸とか硫酸っていうのも、割と簡単に手に入るんでしょうか。うん。一般にね、その辺で売ってるようなものではないと思うんですけど、うん、それでもやっぱり入手の仕方、指南する情報がネット上にあふれてて、おそらく、まあ、研究用とかね、大学関係者とか、または何か仕事でこれに使うっていうことで、もしかしたら簡単に入手できるのかも分かんないですね、塩酸とか硫酸とかね、今回は硫酸だったんですけど、はい、まあ恐ろしい、とにもかくにもね、うん、この大阪の、うん、硫酸かけてっていう事件ね、こう恐ろしい要素が詰まってるなと、うん、思って取り上げました。ということで1172回終わりにしたいと思います。ね、もう今回これで帰りますけども、今日は、ね、あと3日もになるか6日もになるか分かんないですけどね、私のシフト次第、6月のいつ来るか分かんないですけども、皆さんね、これから天気悪くなるんでね、連日6月となると、でそのうち梅雨に入るでしょうし、ジメジメしてね、湿度は高いし、体調崩しやすい季節になるんでね、本当にお互い、もう私もう梅雨になる前からちょっと今調子悪いですけど、まあ、たくさん食べてたくさん寝てね、体調崩さないようにお互い頑張りましょうということで、また会いましょうということで、1172回終わります。チャンネル登録、高評価お願いします。失礼します。